もう一つの世界に移動しました。最新の情報を報告します。最新の情報を報告します。軍にいた頃からの縁でトレザー技研に協力してもらうことになった。これから月光号の修理が始まる。だが早速新連邦に嗅ぎつけられたみたいだ。連中がこちらに向かっている。普通はこれだけ早く動くことはありえねえ。おそらくはベルクトの野郎の仕業だな。俺たちが戻ってくることを読んだ上で準備をしていたんだろう。ああいう陰湿な奴のやりそうなことだ。連中を叩くにはちょうどいい機会だが、月光号は身動きが取れない。だが愚痴も言ってられねえからな。研究所へ敵を近づけないよう周辺で迎撃を頼む。俺たちも目立ってきちまったからな。新連邦の追撃は今後も激しくなっていくだろう。フロスト兄弟の新連邦本隊や情報部デューイヌバクの部隊、キッズムントのシベリア鉄道、奴らは手強い相手だ。くれぐれも油断しないで。作戦の説明をするわね。作戦領域内に展開しているターゲットを全て撃破して新連邦を追い払ってちょうだい。敵の数がかなり多いけど、今回はジャミルが呼んだ仲間のバルチャーの部隊が一緒に戦ってくれるわ。かなりの戦力なので心強いけど、バルチャーはいまいち信用できないわ。自分の身が危険となれば裏切りも平気でやってのける連中だから。彼らの母艦が苦戦しているときは援護してやってちょうだい。援護がないようだったら彼らは裏切るかもしれないから。それじゃ頼むわよ。よろしいですか。ベルクトって野郎は厄介だな。親玉の戦力を動かせるとは。新連邦の幹部だけのことはブラッドマンに進言したのだろうな。俺たちを野放しにしては危険だと判断されたわけか。新連邦にとっては厄介この上ない精鋭部隊ということだな。ベルクト、まだ気になっているの、バレル。あいつを見た時感じたんだ。こいつは限りなく自分に近い存在なんだということが。でも彼のやろうとしていることは。あいつが悪いやつなのは分かっている。でもなんだかあいつのことを知るのが怖くて、このまま戦っていいのかなってさ。目を背けるな。そうだ、
本当に気になるならあいつを追えばいい。メダルナ、求めるんだ。はい。いいね、この緊張感。周辺のターゲットを全て撃破するんだ。行くよ、エウレカ。今回はバルチャー仲間が一緒に戦ってくれる。クライナー、五感の守備は彼らに任せて攻撃に出てくる。私は当作戦の指揮をブラッドマン司令から直々に任された。司令は失敗続きの標鉄や出雲隊を信頼しているということだ。戦力はいくらでも避けられない。ユルゲンス艦長、本部からの直令とはいえこれは納得できません。なぜ最初からジエンドを出さない。それで戦いは終わる。ゲレーラーだ。君が私に押し付けたのと同じだな。勝てばよいのだ。しかし、しかしあのベルフトという男、どうしてあの連中にこだわるのだ。心配すんな。今日はいい波が来てるんだ。負けやしねえ。何よ、カッコつけてさ。せいせい。ユマシュ、頑張ってくれ。かわせるかい。
戦う、戦しています。死ね。消えな。今日の波は悪くねえな。援護しろ。おい、慌てるな。この連中にやられるわけにはいかねえんだ。ターゲットの全撃破を確認。
動地域を離脱する。いいのですか？あとはあのオーバーマンに任せる。ここで会ったら100年目、今度こそ見せてやるぞ俺のかっこいいところ。敵の姿が見えない恐怖を味わうがいい。消えた。そいつは面倒だ、油断すんじゃねえぞ。ジャミロ、あのオーバースキルは厄介だ。だが常に姿を隠せるはずはない。どこかで尻尾を出すはずだ。聞こえたら各機注意しろ。このやめるな。まとっても暇はねえ。敵はあっちでしょ。我がシベリア鉄道はおならく構想のエクソダスに始まり、度重なる戦闘で次々に敗北。おかげで新連邦内では評価が下がる一方なのだ。自分で恥を語るなんて。海水の陣というやつよ。かわせるかい。今日のイヤサマ陣は負けるわけにはいかんのだ。逃げられやしないよ。結局ベルクトは出てこなかったわね。しかしバルドナチャージは確実に上昇している。おそらく彼の部下が動いているのでしょう。こそこそしやがって、クソ。新連邦はベルクトの目的が世界の破滅だと知っているのかしら。それならあんな危険な男を放置しておくわけはないでしょう。奴が本当にやろうとしていることはブラッドマンすら知らないだろう。いくら悪の司令官とはいえ、自分の世界を滅ぼそうとする人を幹部にしないでしょう。しくっちゃえばいいんじゃないか。まあ無駄だろうな。俺たちの言葉に耳を傾ける奴が悪の司令官なんてやってないさ。ブラッドマンは新ドラゴンの確保に躍起になっている。いい働きを見せていることで彼の信頼を勝ち得ているのだ。奴が幹部である限りは新連邦を好きに使い放題ということだ。ああ、ホランド君はいるかな。でかあんた。ベア博士はアーキタイプ研究の第一人者よ。とある事情があって私たちに合流することになったの。ベアー博士といえば好きな研究だけしかしないが、超一流の論文を書き上げる。その博士が何の用だ。いきなり本題に入らせてもらうけど、僕はね、スカブは知的生命体だと考えてるんだ。スカブが知性体？そう、スカブ知性体説は科学的にはまだ立証されていない異端の論理だ。
だけど僕はアーキタイプの研究からスカブに知性があるという確信を得たんだ。アーキタイプって？ニルバーシュをはじめとする LFO の本体さ。これらは遺跡から発掘されるんだ。アーキタイプは近年の研究ではスカブによる造形物だと考えられている。そしてこのアーキタイプは人型生物に近い特徴を持っているんだけど、ニルバーシュを調べてみて一つ分かったことがあるんだ。分かったこと？ニルバーシュは飛びたがっている。つまり変化に応じたスペックアップが必要だと思うんだ。詳しいことはもう少し調べてみないとわからないけどね。ホランダ君、僕は君たちに同行してスカブとニルバーシュについて調べてみたい。いいよね？ああ、歓迎する。ありがとう。スカブ知性体説が立証されれば、クダンの限界もいずれ立証できるだろうね。限界？一つの惑星が抱えきれる知性体の限界を超えると惑星どころか宇宙空間自体もが破壊されてしまう。そういった情報力学の理論のことだよ。それはつまり、スカブは地球上のあらゆる生物の繁殖速度を超えたスピードで増殖している。本当にスカブが知性体だとしたら、このままだと九段の限界が起きてしまうと。そうだ、月光ステイトは九段の限界を阻止するために行動している。コーラリアンと調停を行い強制を図るためにな。できるんですか、そんなこと？できるじゃない、やるのさ。でなければベルクトが何をしようが世界に破滅がやってくる。ホランド、ハヤトから緊急通信よ。何？膨大なゲッター船を蓄えた新ドラゴンが現れたらしいわ。ベルクトが現れる可能性があるわね。それじゃあ行き先は決まりだな。いや待て、ベルクトの所在を調べてもらっていた。バルチャーからも連絡が入った。例の無人機部隊が突然姿を消したそうだ。向こうに行ったということですね。ああ、確実だろう。シャアも気になる。奴ならそろそろ動き始めるはずだ。マクロス襲撃で戦力を消耗しているのにですか？だからこそさ、シャアはそういう男だ。ここは難しい判断だな。我々はどうしましょうか？どちらを選びますか？新ドラゴンを狙っていることは見え見えだ。だからこそ新ドラゴンには当分近づかないかもしれない。シャア自らが動いたとなれば、これまで以上のことを仕掛けてくる。戻るのが得策だな。新ドラゴンはハヤトに任せよう。彼なら大丈夫だ。では決まりですね。戻りましょう。マクロスの件以来、バルドナチャージの上昇が加速しています。おそらくは彼の部下が各所で収集行動を行っているのでしょう。最初はお高く止まっていましたが、あの敗北で目が覚めてしまったのかもしれませんね。そうしてしまったのは私たちですから、何としても彼を見つけ出さないとなりません。セーブしますか？